ストラリア着いた。疲れた？めっちゃ暑い。いや私たち隣だったけど、ほぼ寝てた。いや、カイリちゃんの方が寝てたんだから。私もアフタヌーンさんの方が寝てた。嘘やろ。それはな、私何回も起きたもん。夕食は食べてない。めっちゃ爆睡はしてたけど、はい、私2回目3回目の食事の時、はい、もうちょこっとだけ起きたけど、帰ってもめっちゃ爆睡やったら、はい、ずっと寝てました。寝てました。はい、どれぐらいだったんですか、プライベート時間。だから7時間で、はい、ハワイで2時間、このノルルで2時間、ね、であと7時間じゃなかったのかな。14時間ぐらい。14時間ぐらいでしょ。っていう感じでございます。でも食べたけど美味しかった。もずく一本、満足バーで、お箸、なんかしじみ汁と、おやつに味のりと、パック、オーストラリア用のパック買った。スパ、おいしい。これ自動なのか。お、いいね。
ミートアンドクリエイトです。はい。はい、なんか噂によると、うん、めちゃくちゃ並んでるみたいです。え、嘘。はい。やば。やば。はい、気温32度ぐらいです。やば。暑い中ありがとうございます。はい。ではちょっと会いましょう。はい。後ほど。Hi. Hello. Hi. Ah, this car. Okay. Hi. This car. 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 This car.ハッピネス、はい、世界一幸せな動物。はい、ミート&グリートから帰ってまいりました。めちゃくちゃ人が多くてファンの人たちもたくさんいて、楽しめました。子供たちがね、いっぱいいたのが嬉しかったね。で、アスカ T シャツだったりとか、カイリ T シャツとか、あと、歌舞伎ウォリアーズの T シャツ着てる人たちもいて、嬉しかった。ほんで、まあ、私の楽しみはこちら。ライカドラゴンを、これからしまーす。結構ね、進めてて、今も何章や今。あ、今ちょっと戦い中から分からへん、何章か分からへんけど、かなりいってます。で、今6時やねんけど、7時からケータリングが始まるので、かいりちゃんと7時に待ち合わせしてます。それまでライカドラゴンしまーす。はい、今日も行ってまいりまーす。はい、今日は3日目、オーストラリアに着いてから3日目になりまして、今日はいろんなアトラクションで遊べるということで、楽しみです。ほんで、その後は今8時半やねんけど、その後、1時からかな、ミートアンドグリートがまたあります。ということで、楽しみにしております。かいりちゃんもいるので楽しみ。いただきます。早っ。アスレティックみたいな。
目の前に橋が見えてますけど、いや相当高いよね。やっぱり高いですよね。めちゃくちゃ高いですけど怖いし、どうやって登るのかも分かんないしなんか近づけば近づくほどはい、ちょっとどうなってんのってどうなってんのか分からない、ね、なんかエレベーターみたいなのか、でもエレベーターみたいなのないし、見当たらないですよね。引き上げてくれるのかな。それも怖いです。逆に怖いですね。それ。どうなってんだろう。はい。似合います。嬉しいだよ。いや私なんか完全工事現場の人なんですよ。いや私もや。どうしましょう。でも階段って降りる方が怖いと思う。この高さちょっと落ちてきます。怖かったけど、階段をこうずっと登っていくあの長い道のりはほんと長かったし、めっちゃ怖かった。もう風がふーっと吹いただけで落ちるんちゃうかと思ってめっちゃ怖かったけど、で飛ぶ直前それもめっちゃ怖かった。ほんまに、無理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 ってね、もう、ほんと、大声で、言ったけど、ほんま無理やと思ったけど、飛んだ瞬間、こんな感じと思って、めっちゃ気持ちいいやんと思って、ほっとした。で、今帰ってきて、ちょっと疲れが出て、今12時半やからあと30分後にミートアンドグリートがあるから、ちょっと15分だけ寝ようかなって思ってます。ほんと絶叫した。ほんま怖かったけどめっちゃ楽しかった。今思えば終わってみれば楽しかった。